俺やらんかい。ピカじゃない、俺やらんかい。やったのかこの野郎。おいわら、ハチャ、頭きてんだよ俺は。死ねた、ハチャ、ハチャ。こんなキレ悪いの。それでは、高田さんお願いします。はい、ごめんなさい。どうしたの、しゅねさん。ヤッホーのちさん。うん、どうしたの。なんもどうもしてない。どうもしてないですか。してないよ。そっか。あのね、断末魔切るのをお手本してあげようか。あ、お願いします。でももうちょっとこの辺で。あ、場所。うん。もっと違う。あ、手でのちもうグッダグダやん、もう。あの、うん、あの、しおねさん、今回なかったことにしてください。もうすいません。最悪な言い訳よ。火で笑ったらもう何でも笑うやん。何でも笑うやん。もうピーおもろかったで。なんだっけ、なんかピーっていう人誰だったっけ。あれか、うん、ゴー皆川じゃないですか。あー、そっかそっかそっか。なんかネタあったよね。うんてーてれってんてんてこちょこちょこピー。ちょっと待ったな。あー、ちょっと待ったね。ちょっともう一回やってもらっていいですか。てんてれってんてんてんちょこちょこちょこ。ズズさんって確かさっきのさ、待って、普通に高田村なんだけど、はい、キルの時って確かいなかったっすよね。もう高田村の議論やん。うるせん、全員うるせんの人たちやられてる。全員落ちてるやん。メロンちゃん、ズズさん、でもそういうよく参加する方々だもんな。なるほど。俺らだけ高田村に出たことがないメンツです。誰かカメラ見てたんすか。高田村で見たことあるぞこれ。おい、忍者が残ってるっていう認識でいいですかね。そう、はい、そうですね。ってなると忍者否定がされてるのが竹尾ピカクロスかな。あ、すごい、本当に高田村のになっちゃう。ガチ。はい。いらないじゃん。もう。高田さんが消えたって。俺らそっちでやってくれりゃいい。そっちでやってくれりゃいいよ。村乗っ取りされましたよ、もう。そう、ただ、うるせんで高田村見守る回だもんね。見てる多いんですよ、高田さん。いや、これは忍者だったら気づきますよ。ナスポンでよくないですかね。でも、容疑かかってるのは忍者の容疑だし。釣ってもいいかな。釣っていいよね。これ気のせいか？なんかうるせんのメンバー住んでねえか？なんか。いやいや、気のせい、気のせいだろ。はっちゃん気のせいだろ。はっちゃん。うん、そうだ、お前たち。たまたまじゃん、これ、ほんとに。たまたまや、たまたま。うん。うん。え、なんか、なんか起きてるよ、これ。いや、そんなことない。俺、助けます。はい。何打ち合わせ、何こそこそ話してんのこの二人で。ねえ、消そうとしてるでしょ、ルセンを。そんなことない。戦場対決だ、見たい。まったく、ほんと待って、怖っ、怖っ。ちょ、右左行くの怖え、怖いな。これから逃げたのか。いや別に、いや違います。停電直してただけです。停電直してただけです。何がうるせんだ。おい、逃げるな。おい、誰がうるせんだ。うるせんだ、なんだ。おい、高田村かい。ほら、ほら、もう終わった、終わった。私が入ってるな。どこいて、終わりだ。見たよ、見た見た。もう終わるんだ。
で勝つんかい。終わった。あんたかい。で勝つんかい。でも高田さん、この中にあの裏切り者が一人いるんですよ。え？うん。いや、あ、開幕の挨拶の時に。今日あの高田村の方からね、何人か来てるみたいなんで、我々うるせんメンバーでね、ちょっと。そうですね、うるせんメンバーでちょっと叩き潰しましょう。はい。そう、まあ、一緒に謝りに行ってやるから。あ、謝ろうぜ。高田村という自負はあるのかよ。すごい。高田村以外断ってます、今さっき。はい。あれ？おかしいな。今日はどういうことだ。これ OK、これ OK 出してるだろ、これを。僕、うるせん行ってたのって、いちご取りに行ってたんで。行ったね。あ、なるほどね。そう、いちごは、まあ、高田さんにね。あげようと思って。おい高田村でミーティングすな。高田村で喋ってもらえるこれ。もうじゃあフランスの人は見れなくなるアドミやろうって。無邪気だな。感心してる。やっかいなことして。やば。ここもなんだ。いやちょっといいっすか、はっちゃん。はい。どうしたの？あの僕このターンね、ちょっとね、あの探し回ってたんすよ、高田さん。おお、後ろめしたろう思って。どうした？どうした？まあピカクロスから行くわ。じゃあ俺シェリフだから。おお、後ろめさ、高田村全滅だ。俺全滅してるだろ。おお、なるほど。エンジン来いや、おい。おら来いや、おら絶対負けんな。高田村、おいぶっ飛ばしてやろう、おい。絶対負けんな。ピカクロス、こんかい、おら。うるせんの特攻隊長だ、この野郎。俺やらんかい。ピカじゃない、俺やらんかい。やったのかこの野郎。おい、まだハッチャン、あたりきてんねん俺は。死ねた。ハッチャン、ハッチャン、ハッチャン、落ち着け、ハッチャン、落ち着け、落ち着け、バカだ。おい、ハッチャン。お、シャワーとメインか。匂いますね、シャワーとメインかね。うん、シャワーとメインが似合いますね。守ってる？もしかして僕ですか、うん、サイドキックあげましょうか。マットメイト、マットメイト、マットメイトです、マットメイト。本当に本当に。なーい、なんで、なんで。バカバカだね。バカだね。バカだね。本当に本当にバカだれが。だいぶ前から見えてるから。え、相方のココさんでしょ。つみつみじゃねえかよお前。最初のバカだ、バカだ。死んでる、死んでる。あれピカさん、最初の。あれピカさんだったんだ。信じろよ。え、全部バレた。あーやめて。あー全部バレた。みんな、てかポンズ野郎が初手で死んでるからな、結構。まだ2、3戦目ぐらいだけど。よく俺だって分かりませんね。どうしたんや。え、ネオちゃん。いや、声で分かるよ、ハタちゃん。声で分かるよ。声で分かんの？もうこんだけ聞いてんだから、人の声聞いてんだから分かるよ、誰の声か。いや、僕らも結構長く感じてましたよね。ね、もう、あ、もうかわいい。いや、いいね。そう、かわいいな、このキツネ。あ、いや、かわいいですよね。いや、ネオさんの井上も可愛いですよ、うん、いやー嬉しい、ありが、いやもう仲良くしよう、もう、あ、もうね、生き物同士で、キツネ同士で、キツネ同士で頑張ろう、キツネ同士でよ。キツネ同士で占い師じゃなかった。お前なんて言うの、その子。この子フラッペって言う。フラ、ん？笑っちゃダメ、ずっと笑っちゃダメ。笑うとこでした。なんでなんで？え、なんで？え、死んだぞ。いやー、すいませんね、高田さん。今日ね、いや、高田さんちょっとキルしたかったんですけどね。ああ、
いやー、インポスターなかなかなれなくて、ちょっと断末魔キルができないっていう感じになっちゃってね。あ、じゃあ断末魔だけ出しとか、一応今ここで。あ、いやー、マジかよ、マカロッチかよ、うわあ、これでじゃあ使ってもらう。そんなこと、そういうありがとうございます。ごめんなさい。高田さん、すいませんでした。なんか